禰豆子、行くぞ。うんうん。みんなで遊ぶ鬼滅の刃のゲームが登場。最大4人でワイワイ盛り上がろう。鬼滅の刃、目指せ最強大使。操作できるキャラクターは12人。サイコロを振ってマスを進み、目的地を目指そう。ミニゲームや鬼の討伐などをこなしながら、鬼殺隊士の活躍の証、昇格ポイントを一番多く集めよう。任務の舞台は全部で5種類。富士重ね山、北西の町、浅草が登場する1の舞台。渡し船に乗れば好きな船着き場まで移動することができる。鼓屋敷、なたぐも山が登場する2の舞台。位置が変わってしまうマスや川に流されてしまうマスに気をつけよう。無限列車が登場する3の舞台。舞台の周囲を走る無限列車に乗って町と荒れ地を行き来しよう。遊郭が登場する市の舞台。昼と夜で移動できる場所が変わるぞ。屋根の上を移動して近道しよう。刀鍛冶の里が登場する5の舞台。より一ゼロ式で鍛錬すると昇格ポイントがたくさんもらえるぞ。他の大使を仲間にしたり、道具をうまく使って任務を有利に進めよう。サイコロの順番が一巡するとミニゲームの時間。金森さんにバレないように伊之助の日輪刀をギザギザにするコソコソ刀叩き。タイミングよくボタンを押して聴く人を魅了する演奏を披露する前子の猛演奏。2人で協力して障害物を避け、刀を素早くゴールまで運ぶムキムキネズミの刀運び。1対1はもちろん、2対2に分かれての対決など他のプレイヤーと競おう。夜は鬼が現れる時間だけど、禰豆子が同行してくれるから心強いな。強大な鬼はみんなで協力して討伐しよう。昇格ポイントを大量に獲得できるチャンスだ。日輪刀に見立てたジョイコンを振ってプレイすることも可能だぞ。オンラインで離れた場所の友達と遊ぶこともできる。ハンコでコミュニケーションを取れば楽しさ倍増。サイコロを振って仕掛けいっぱいの舞台を巡り、たくさんのミニゲームで鬼滅の刃の世界を遊び尽くせ。鬼滅の刃、目指せ最強大使。4月25日発売。